は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。華麗なドリブル、ケイン、キーパーハンドリング、コーナーです。さあ、チャンス到来。ジャンプ、シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ノムベテ、ガンガンプレスをかけます。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ブース、スコエマン、さあここからどう攻める。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。バートレット、ロース、スローイン、いっていっけ、ドリブル、アンダーコン、カーネル、ボールを外へ出す、ステルビン、シュート、ギュー、先制点が入りました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、動き出しが素早いです。
フィリップス、ボールを外へ出す、ステルビン、体を入れてきます。キャッチされた、ヘッドパス。後半20分経過、主審ファールを取りました。シェパード、カットできるのか、いっていって、ドッディッドゥー、ボールを運んでいきます。アンダーポン、折り返す。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ステルビン、激しい攻防、マーソン外してしまった。これは決めなければいけない。おっと、選手の交代が行われる模様です。ヘッドでパスを送る、ティリー、出た、ズマ、危険なタックル、ヌドベ、ハイボールを競り合う、ティリー、ヘイ、おっと、ここで試合終了のプレーが鳴りました。1点差、まさに発砲を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・クリアがお届けいたします。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。